あ、じゃあ交通ショットで山さんも今もう本当に山さん私ね、オフラインの人だからいいよいいよ、ジャッキー1人私1人はい、いつもね、はい、原稿がないと喋れない君ですけど今日だけはぶっつけで本当の感想を言っていただきたい、はい、今日の公開秘書講演会、はい、どうですか、はいはい、私は初めて参加させていただいたんですけど、うん、本当に面白かった、うん、なんかもう、研究者の方が面白く喋ってる、本当にそれは好きだから研究に熱中してるからであるんですけど、まあ、その面白さ、すごさが伝わってきて聞いてるこっちまで本当に面白かったんですけど、その最初の前提として天空のラピュタのね、まあ、つかみがあってね、そうですね、入り口としてはそういう広いところから入っていきながら、 それは見れるんだっていう期待感から入ってきたんですけどね、本当に見れたんですよね、本当に見れた本当に見れた、城はなかったですけど、山田先生の言う通り城はむしろなくてよかった、ね、城はなかった、ない方がむしろ美しかったよね、はいはい、でも本当に目の中に自分が入ったような体感をできて、こんな面白い公演初めてっていうぐらい確かにね、断熱してるつもりです、なんだろうね、面白いって何ですか、何ですかね、だって今日聞いてて、はい、まあ面白いものは世の中にいろいろあると思うんですけど、ね、今日の面白さはザッキーにとってそれを聞いてたら違うものがあった、いや興奮ですよね、これはもう何でしょう、ショーを愛するものとしてなんか興奮感というか、本当に大変っていうのは本当災害をもたらすっていう意味ではそういう、だから妊娠ですけど面白いっていうのは、だけど気象を愛する者としては興味深くてすごく面白い、しかも内容が台風に関していろいろあったっていうのがすごくて、その観測機器についても研究発表があったし、あとそこに突っ込んでいく過程の本当に大変だっていう、これまでの歴史も踏まえて、はい、勉強になったところが、たまたま飛行機に乗って綺麗な景色見ましたって書いてなくて、もう命がけで台風の中に挑んだんだけど、その悲壮感とはまた別で、自分たちは本当にこれが知りたいという目的があって、ね、台風の目の中に挑んで、挑むためにはそれだけの準備をちゃんとしなきゃいけなくて、そのための準備にも技術者から科学者から業者からいろんな人がこうちゃんと努力を積み上げて、そのストーリーがこう見えたのがよかったです。それがこう、そういうことをしなきゃいけないっていうのは、もともとやっぱり気象庁が長年こういう努力を積み重ねてきて、あとこの問題だけなんだよっていうのが、あと一つだから、やっぱりここは俺たちがってなったと思うんですよ、またそこにね、こう実践的なものもありましたけど、でもそこさえあとは資金さえあればっていうところの段階まで来てるので、あ、俺たちやっぱりこれにお金かけた方がいいんだなっていう、はい、投資したらもっと今後世の中が良くなるんじゃないか、それが防災にも生かされるっていうことだったので、なるほど、今後期待したいなと、そして皆さんに応援していただきたいし、はい、ご協力もいただきたい、はい、資金の、ね、調達っていう難しい面もありますけど、このザッキーの何名さん、はい、お願いします、あ、何ですかここで今日のグランドピカルが山田ひろゆき、なんか一言言いたいことが終わりですか、あ、ごめんな、もうスイッチ落ちたもういいですか、またにしよう、またじゃあなじゃあね、この人の顔だけ覚えて、顔と名前だけ覚えて帰ってください、はい、ネットの世界でははい、いい顔しないかな、いいよいいよいいよ、じゃあな、でも今日は本当お疲れ様でした、素晴らしい声でございます、ありがとうございました、これはまた見せるつもりかお前。